株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大。プロ野球独立リーグの福岡北九州フェニックスは17日ロッテ、阪神などでプレーした西岡剛氏の監督就任を発表した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。西岡氏は選手兼任で指揮を取る。株式会社 AI が提供するデモ音声です。また前茨城アストロプラネッツ監督のジョニー・セリス氏のヘッドコーチ就任に合意した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。福岡北九州フェニックスは実業家のホリエモンこと堀江貴文氏が立ち上げ、2022年から九州アジアリーグへの参加を目指す。株式会社 AI が提供するデモ音声です。西岡選手兼任監督はこの度福岡北九州フェニックスの監督に就任することになりました。株式会社 AI が提供するデモ音声です。九州に身を置いて野球に携われることを嬉しく思います。株式会社 AI が提供するデモ音声です。野球というスポーツを通じてたくさんの方と出会い、野球の楽しさをお届けできるように頑張ります。株式会社 AI が提供するデモ音声です。よろしくお願いいたしますとコメント。株式会社 AI によるデモ音声です。セリスコーチは来シーズン福岡北九州フェニックスのコーチとしてエンジョイベースボールを通じて北九州の皆さんに楽しみを届けられるチームを作っていきたいと思います。と。